直しました。12時か。今日はどんな服で行くか。もうベルトなしでも大丈夫っす。アクセサリーでもつけますか。めっちゃ気に入ってるんですよ。イカチワイヤーネックレス。夏はねフェザーでしょ。首太いからイカチギリなんですよね。じゃあ、行きます。死ぬな、マジで。
これにしようかな。出費まあでもこれから旅行行くとき使えるんでね、いいっすね。茜色の空を眺めては、語りきりしかいない部屋でさ、あなたばかり話していたよね。もしから帰ってきたいなじゃあちょっとマック食べながらね、買ってきたもんでも紹介しようかな。コーラ、シェイク、バニラシェイクセット、サムセット買ってきました。こんな感じで食べていこう。いただきます。とりあえずね、今日は水曜日、
給料日ルーティーンということで、プロテイン買ってきました。もうなくなってたんで B レジェンドだったんですけど、今回は違うやつにしました。リーダー5000円。はい、アディダスのねバッグ買ってきました。スポーツ用らしいんですけど、9990円、税込み価格7689円。1万円くらいの商品かなと思ったんですけど、意外とリーズナブルで、中がねシンプル、もうすっからかこんな感じでいろいろ詰め込めるかなと思って来ました。三脚とかで持っていきたいなと思ったんでこれにしました。まあ、この中にもねいろいろ入るっていう感じです。この辺とかもね、まあ普通のリュックと変わらないと思うんだけど、ただ一つ入れるのがここ開くんですね。危ないですねここ。ここ開く意味ある？これね、しょいやすい、すごくなんかね、4990円のね、この似たような感じのアディダスのやつと、この6990円のやつ、どっちか迷ったんですけど、やっぱね、これ、背負いやすいんですよ。背負った時に、しかもめっちゃ軽いんですよ、これ。背負った時に邪魔にならない。マジで。邪魔に全くならなくて、いいなと思って買いました。これ、まあ、旅行行くんでね、僕ね、近々。なんで、旅行用に買いました。ドドン。キャリーケース。できました。ちょっといろいろ見ていきましょう。機内持ち込み可能サイズ、機内に持ち込み可能な S サイズですね。宿泊目安1日から3日ちょうどいいですね。33から40リットル、1年保証、キャスター付きね。まあ、鍵どこについてるの？荷物預けたとして、鍵なくしたら大変なことになるやんけ。鍵閉めないだろ。これ1万円ですね。税込み9889円、安いっすよね。安かった。やっぱスーパーでちょっと買おうかどうか迷ったんですよ。キャリーケース売ってるとこあったんで、そっちの方が全然安かったんでよかったっすよ。まあ、こんな感じで S サイズな。これは何？これは何？はい、入ろう。ポケットが2つあって、この中に服とか入れればいいか。服とか入れてこうやってしまって、4日分入るかな、3日分でいいか。モバイルバッテリーやら充電器やらパソコンやらもろもろこれに入れて、でなんか目印つけといた方がいいかな。なんか分かんなくなりそう。もし仮に預けるとしたら、預けなくても大丈夫。多分機内持ち込み系のサイズからいいと思うんですけど、僕はねこれマジ今回初めて買いましたね。キャリーケース、初キャリーケースですね。これマジでやる楽よじゃないですか。やっぱ階段とかもなんか登ろうと思えば倒れるし、このサイズぐらいだと。で軽いですよね、これ軽いし、しかもブラックね、こうやって持ち運べるし、なんなら服にいながら持っていけるじゃん。こうやって乗せながらバッグをやっていけるじゃないですか。考えたらマジでやるっすよ。やっぱね、旅行といえばね、
これでしょ、サングラスでしょ、これ必需品かなと思って。もう日差しもさ、めちゃめちゃ強いじゃないですか。日差しも強いし、なおかつなんか旅行した気分になるっていう、普段となんか違う感じを味わえるっていう、そういうのも込みで1280円くらいのサングラスなんですけど、めっちゃ買いました。スニーカーシャンプーセット、ブラシもなんか入ってて、ブラシちょうどなかったんでね、いいなと思って。ウエスみたいな布巾もついてて、でシャンプー、これ使ったことないんですけど、ちょっと綺麗になるんじゃないかな。スニーカー専用のシャンプーみたいなの売ってたんで買いました。いいっすね。まああとね、旅行トラベルグッズみたいなの、そんなにいらないでしょ。歯ブラシぐらいでしょ。さあ食べよう、いただきます。めっちゃうまそうでしょ。うん。こういう感じ？ポテト？なんていうんですか、これハッシュドポテトか、ハッシュドポテトみたい。バンズがキモい、バンズがちょっとキモい。いただきます。うん、辛っ。辛くないか。何味これ？コンバーベキュー。美味しい。でも何味っていうんだろう。何味っていうかいいんだろう。ちょっと辛いかな。説明見ずに買うからね。うん。マスタードかな。辛いマヨネーズかな。ピリ辛。というか、サクサクしてますね。確かに。あ、うまいわ。おいしい。ルーティンということで、普通に編集します。よし、終わった。ああ、やばい。8時。野菜がないと。塩入れちゃった。間違えた。やばい、しょっぺん。リカバリー。リカバリー。ちょっと待って。お風呂入ってきます。
山盛りとか言ってた。感じですね。明日も早番なんで、ね、ぼちぼち寝ようかなと思います。今から寝たらギリ寝不足じゃないんでね、旅行グッズをたくさん買ってきて、ちょっとねアディダスのカバンとかね買っちゃいましたけど、気に入ってますんでね、かっこいいなと思って。このシルエット新しい、いいっすよね、ボックス型というか、なんかいいっすよね。なんかレザーっぽいし、しかも生地がレザーじゃないけど、あと残り1週間ぐらいなんですけど、まあ、今日ね宿をね予約したりとかしてるんで、マジでどこもなくて全部予約いっぱいで、ちょっと時期ずらしたから大丈夫かなと思ったら、そう、すごい、やっぱ北海道は人気なんですね。海外とかから来るからかもしれないけど、もうなんかいいところっていうか、そういうところはもうね全部予約でいっぱいでした。ギリギリなんとか予約できたんですけど、なんでちょっと安心しました。まあちょっとじっくり観光していきたいなと思います。まあ実家にも行くんでね、実家でも泊まりますし、まあ、他のところでもちょっと泊まってっていう感じで、それではですね、いつもねご視聴の方ありがとうございます。そして新しくチャンネル登録してくれた方ありがとうございます。そして高評価、コメントの方めちゃめちゃ励みになっております。ありがとうございます。それではおやすみなさい。台湾だけど頑張ろう。